皆様こんばんは本日はひろ隆たのマンデーナイトライブをご視聴いただきありがとうございます本日 MC を務めます南ゆうきですよろしくお願いしますえそしてひろきさん今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえ初版の事情により本日から時間を30分間に変更してお届けすることになりました時間中に回答できなかったご質問につきましては こちらで選択をしましてマネックス証券のオウンドメディアのマネクリのマーケットの羅針盤で回答させていただきますそして本日もご質問につきましてはお一人につき一つとさせていただきますなお誹謗中傷や他のご視聴者様に不快感を与える投稿また同様のハンドルネームでの投稿はお控えください 不適切と思われる投稿をされたご視聴者様については、それ以降の投稿を制限させていただきます。ご了承のほどお願い申し上げます。えー、さて、ひろきさん、早いもので12月も半ばということで、あの年賀状の準備をね、そろそろ始めないとなと思っているところなんですが、はい、今週は FOMC の結果発表が予定されていまして、今回は参加者のドットチャートに注目が集まっているようですね。 あのやっぱりこういう36912のね3ヶ月おきの節目にはあの参加者の予想プロジェクションというのが出てきてまあそれがあのいわゆるドットチャートドットプロットみんなあの自分は、えー、年末のね、えー、金利は政策金利はここだっていうふうに思うところにこう印をつけてるわけですけれども。 まあそれのちょっと中央値がねどうなっているかとか、あるいは全体の形状がどうなっているかということで、FOMC メンバー、FRB メンバーのですね金利感というか、そういうのをまああの占う意味で、一回注目されるわけですけれども、今回は特にあのもうすでにテーパリングというのが開始されていて、それをむしろその早めるテーパリングの終了時期をですね、 えー、来年3月ぐらいでやめて、さあ、その後利上げっていうようなことをみんなもマーケットは織り込んでるわけですよね。まあ、あの来年2回、場合によっては3回というようなことを織り込んでいってうん、ひょっとするともっと早くなるかもしれない、もっとその利上げペースが早まるのかもしれない。 ということあるいはすごく逆に慎重になるだろうという見方もあって、ここは錯綜しているところなんですよね。そういう意味で一番の,その情報の発信源である FRB メンバーのがどういうようなその来年ですね、えー、金利、政策金利の,その見通しを持っているかというのが初めてここで出てくるので、今回のいろんなその、えー、利上げに傾いた。 パウエルさんがハトにあのハトからタカハにこう、ひ変したとよく言われてますけども、その後のですね、FOMC でどんなこう議論があり、そしてそれがどういう形でプロジェクションという形で出てくるか、みんな注目してるんですね。ただ、そんなに大きいね、マーケットの見通しから返りすることは、まだこの段階では出てこないと思うんですよ。そういう意味では、来年の着地点が、そのせいぜい2回の利上げを見込む。 っていうようなところがね。まあ、中央値で示されれば、そのぐらいも全部折り込み済みなので、あのそんな大きい花にはならないだろうと思います。はい、ありがとうございます。では、いただいた質問を見てまいりましょう。まずはアルファーが大事さんからです。 アメリカ株は好調ですが、日本株にはプラスの材料が遠しい気がします。年内に日経平均3万円の可能性はどの程度ですかということです。いやもうね、この時期になっちゃってあと半月ですよね。そうするとあまりにちょっとこう、まあ、吹けば飛ぶような水準に、吹けば飛ぶようなって言葉はちょっと違うけれども、吹けばそこまであの飛んでいけるような、 ぐらいなんですけどね、本当は今は。ただそれがねあまりにもないぐらいに弱いです、えー、実際問題、先週、アメリカの s p 5 0 0ってまた史上最高値を更新したんですよね。で、アップルも連日高値を更新してるこういう本当に強いアメリカ株を見て、もうこれ別にそのオミクロンがどうだとか、今度 FMC があるけどそれがどうだとか、インフレが 何年ぶりの水準だとか、もうそんなのどうでもいいっていうのが今のアメリカ株ですよね。このだけの強さを見せつけてくれて、で、結局今日に日経平均で200円しか上がらないでしょ。これね、僕、本当に言いたくないけど、ダメなんだと思うんですよね。もう本当に。もうどうにもならないぐらいに弱いですよ。だからまあ、せいぜい、あのー、 来年は上がって3万8000ぐらいがいいとこだろうと思ってるんですけど、まあ、あの、そのぐらい自然体では上がるんですが、それでも弱いですよね、全然ね。なので、年内ってことに限れば、ちょっと3万円はちょっと無理で、あの、この間に、土曜日の,あの日経プラスナインサタデーでもちょっとコメントを出しましたけど、 二万九千円台回復して終われれば今年ね、まあ上出来かなとそんなふうに思ってますね。もうどうにもならないじゃんこの弱さは。続いてマルクスさんからです。日本は政治的なリーダーが出てきません。また企業最高益と言っても労働者の賃金を抑え込んだ結果です。ね村上義明さんは。 企業は現金を持たずリスクを犯して投資をすべきと訴えています。日本株には経済的にも同義的にも明るい未来がないと思いますということです、うん。まあ、そんなにパッとしないけども、ね、パッとしはしないんですが、まあ、そんなに捨てたもんでもないっていうか、まあ、普通にやってて自然体でもう、 悪くないリターンは出ますよ。っていうことです。明るい未来はないんだけど、そんなに明るいかって言ったら全然、例えばアメリカ企業対比アメリカの株式市場対比で、何かすごい明るいかっていうと、そんなことはないんですが、 来年は一時的にそういうような状況になりますけど、比較間から日本が先行されるっていう状況にはなるんだけど、根本的に日本企業が素晴らしい、万歳って買ってくるような感じではないんですよね。あの、二つの面から来年は、あの、日本株にとってちょっとこう、ポジティブな環境にはなりますが、まあ、おっしゃる通り、あんまり明るくはないです、この日本株、日本企業っていうところではね。来年なんかも本当にパッとしなくて。 ませ、あ、いぜい三万八千円ぐらいで、もう全く明るい未来はないなっていう感じですね。はい、はい。続いてスマイルさんからです。毎週貴重なお話ありがとうございます。東京会場を所有しているのですが、売却するか迷っています。弘樹さんが言われている電気自動車、空飛ぶ車などが出現したら。 自動車保険を主に取り扱っている保険業は、業績ダウンになるのでしょうかということです。いやいや、それとも車だって、事故は多分頻発するから、いっぱいその保険はかけるから、<laughs> まあそこは大丈夫なんだけど、自動運転とかでね、まあ、要,は要は事故が減るっていうことでは、そこはなくなりますよね。 だから、まああのー、そんなことはただもうそういう未来は分かってるんで、東京会場だってもちろん手は打ってるし、世の中、あのー、至る所リスクがどん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 増えてます。ですから逆にリスクヘッジって見ての保険料っていうのは、ですね僕は実はあのー、新たな需要が、ね、どん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 、あのー、開拓していけると思うし、その中にあって東京,企業東京会場っていうのは、まあ、ピカピカの会社なんで。 あの金融セクター、他のその伝統的なメガバンクみたいなのが、もう金融業としてあまりにも弱いので、あのやはりここは、金融セクターの中で一つ抑えとくっておくという点では、東京会場の,その存在意義、ポートフォリオの存在意義はすごくあると僕は思ってるんですよ。だから、あの売る必要は全くないと思うんですね、はい、え続いて、ピース君大好きさんからです。 いつもありがとうございます。ます日経平均も底値をつけ戻り基調ですが、日立製作所がどんどん下げています。日立金属の売却難航についてのニュースが良くないのでしょうか同社の見通しやホールドすべきか、広木さんの見解を教えてください。うん、まあ短期的にはそういうようなこともありますけど、日立っていうのはやっぱり限られた、その、あの、 数少ない日本の,その選択と集中でうまく成功している会社であり、かつその AI ビジネスっていうところの、あるいは DX っていうところの、まあ、ど真ん中のテーマに載っている、まあ、数少ないその IT の成功企業の一つですから、ここはちょっと外すべきじゃないと思いますね。人たちはコアで持っといていいと思います。本当にそのリーマンの時にもう沈みかけた。 製造業最大の赤字を出し、そこからも会社を立て直してきたっていう、そのヒストリーがあるので、そこでもう分悪いもの、今の日本企業が持っている悪いものっての全部吐き出して、今の人たちがあると僕は思ってるので、あのここはこの、こういう会社は悪くないので、あのクオリティに高い会社として、もっととホールドしていいと思い思ますね、はい、続いて、愛と平和さんからです。 さんこんばんこばはいいつも貴重な情報ありがとうございますさて、ここ1、2か月、ビザやマスター、ペイパルなどの決済関連銘柄が難聴でしたが、何か理由はあるのでしょうか、早期利上げ予測やオミクロンが原因でしょうか、またこれらの銘柄の展望を教えてくださいということです。 いや、あのいや何があるかっていうのは、実はよ分からないんですけど、ただこういういわゆるフィンテック関係のところっていうのは、すごく今、技術がはやはや早いのであの、だからといって、ビザとかはものすごい早,早くいろんなところに手を打ってますし、旧体制にたるメガバンクみたいな全としてるわけじゃないから、新しいところどんどんやってるんで、いや、 何が悪いかどうかわからないんですけど、僕は悪くないと思いますね、こういうところはね。うん。だから、今、ノンファンジブルトークンとか、メタバースとか、新しい、その、ブロックチェーン技術を元にした、その、なんていうの金融じゃないんだけども、NFT っていうのは、そういうものが今すごくこう、ブームになってきてるので、 まあそういうところにも早くやっぱりこう手を打ってますし、うん、いや、悪い銘、ね、柄ではないですよね、この辺とかね、みんなね、あの全然まだ有望だと思います、はい、続いて、ポチさんからです。鉄鋼株の戻りが遅いようですが、短期での上昇は難しいでしょうか、また今後のインフレ傾向に対して、長期保有は適しているでしょうかということです。うん こういうのって典型的なシクリカルといって、景気循環で買われたりなんとかっていうようなところなんですけど、ちょっと厳しいですね。まあ、特にまあ、あと ESG の関係とか、脱炭素とかそういったところを考えちゃうと、あんまり日本の大手鉄鋼というのはそんなに魅力のある柄ではないと思います、はい。続いて麻婆さんからです。ひろきさんこんばんこんばんはリオープン関連株で ANA と JAL ならどちらがおすすめですかまた、その2つだと、ヒロキさんはどちらを好んで乗られますかよろしくお願いします。す僕は JAL のスーパーフライアスの会員なので、もう圧倒的に JAL、あ、JAL じゃない、ごめんなさい、<laughs> ANA です。<laughs> <laughs> 圧倒的に ANA なんですよ。もう ANA しか乗らないっていうかね、ぐらいですね。えーはい、ANA の方がいいと思います。はい、ありがとうございます。えー、続いて FM さんからです。 来年日経予想の後、日本沈没を書か,かれ、下方修正ですか下では最悪台湾情勢も含まれていますか上では日本株特有の行ってこいも考えてでしょうかよろしくお願いしますということです。うんまあ、日本沈没ののレポートを書いたのは まあ、まさに TBS の日本沈没が <laughs> 過境にクライマックスになってたからっていうこととあと地震がすっごい頻発してまた日曜日の朝にもあったじゃないですか,だからああいうので、まあ、改めて我々そのねこの天災っていうもののリスクを認識するべきだっていうメッセージが一つあの噴火とかねすごく多いので、まあ、あの富士山とかもう300年 噴噴火火しししててなないいいかから、いつ噴火してもおかしくないんですよね。これ昔はもう30年おきに噴火してたのが、そのもう10倍ん10倍ぐらい、あのー、噴火してない、あのー、噴火のマグマがずっと溜まってますから、いつ噴火してもおかしくないので、まあ、そういうようなリスクとかも認識するべきだっていうことが一つと、あとはやっぱり日本株のその 時間沈下が止まらないいっていう話これがやはりすごく構造問題としてね、日本株が弱い理由だし、じゃあそういうものをせめて政治がこういろんな意味でこう日本の資本市場の活性化につながるような政策を打ってくれるかっていうと、全くそれは期待できない、むしろアンチ株式市場みたいな、そんな政権ができちゃったんで、これは辛いよねっていうのが、あのレポートだったわけですね。 だからまああのー、一時日本の株式相場や日本の企業は69とかいろいろ言われていろんなそのハンディキャップ悪いアドバンディスアドバンテージを背負って大変な状況にあったわけですけど今はその中でもまだそういう状況もいくつもあるわけですがその中の一つとして政権が 新ビジネス寄りではない、アンチ株式市場みたいな、そういうような政権っていう、その悪材料が出ちゃった。ただ、そういうのはハンディキャップだけど、それを振り払って成長できるっていうか、株式市場上昇できるので、もちろんそんな重しなんかない方がいいんだけど、しょうがないですよ、これは。ハンディだと思って受け入れるしかないんで。だけど、それがあったから、ハンディキャップを背負ってるから上がらないか、勝てないかって、そんなことなくてね。 結局、競馬なんていうのは強い馬にハンディキャップを背負わせるわけですよね。なので、まあ、ハンディを背負いながらも勝てるのが本当の強い馬なんで、まあそういうのは日本企業の中からも出てきますから。 こういう悪い環境の悪いマーケットに上場しちゃったのは悲しいんだけども。それでも、あの、いいヘイタムを出す銘柄ありますから。そういうので、あの、頑張って利益を上げていくしかないかなと思ってます。はい。続いて、朝日さんからです。ひろきさん、ワ、ま、んちゃん、猫、ね、ちゃん、こんばんは。ドキュサインが。 ドキュサインが暴落しました、環境要因より財務体質が問題なのでしょうか、持ち続けるべきですかということですまああの決算発表がきっかけで、ちょっとあの市場の予想にミートしなかったからっていう、そういうちょっと過剰反応だと思いますけどもね、ただ一つには、やはりそのこれも一つコロナ禍のなんていうんですかね、コロナ禍だからというわけじゃない、要はドキュサインというのはある意味、 デジタル化の,その象徴的な銘柄で、ただもうそういうのって、ある意味当たり前になってきちゃったからっていうのはあると思いますよ、アメリカではね、みんな。うん、だからそれで連想で、日本も弁護士ドットコムとか売られたりしてますけども、日本はまだまだですから、あのアメリカはもうそういうのある程度もう普及しちゃってるからっていう部分もあって、それが決算が市場の予想に届かないってことで、急落ってことになったんだろうとは思いますけどね。 続いて都市蔵さんからです年末に株式購入を考えていますが来年四月に向けて上昇が期待できる業種テーマは何があるでしょうかということですこれだからあの前から言ってるように経済再開っていうところだと思いますねあの、まあ、多分その、まあ、オミクロンにはもう一回その警戒する必要があると思うんですよというのはあまりに楽観に今触れすぎてるからいや実はオミクロンもっと 感染再拡大っていうのももしかしたら来るかもしれないんでそこでもう一回そこを探りに行くかもしれないんでそういったところは会話だろうと思います。えー、やはり来春に向けてっていう意味ではあのもっとやっぱりコロナが一段と鎮静化するところは出てくると思うんで,であるいはオミクロンがこうもう一回行ったとしても3月ぐらいにはモデルナがその対応ワクチンを出せるって言ってるし。 まあそういったもので、多分もう一回、ライハルには経済再開期待っていうのが出てくると思うので、まあ、エンターテインメント系、オリエンタルランドとか、あるいは JR 系とかね、そういう陸運とか、まあ、そういうものを中心に経済再開銘柄を買うっていうのが短期的にはそのタイミングでは面白い戦略じゃないかなと思うんですね。はい、続いて、ソイヤー太郎さんからです。ひろきさん、こんばんは。 ひろきさんのコラムを読ませていただき、天才は怖いと再認識しました。南海トラフ地震や噴火が起きた場合に備えて、現金か外国株の割合を高めておこうと思うのですが、どのような資産を持つのが良いでしょうかということですアメリカ株ですよね。なんと言っても、まああの。もう皆さん言われなくてもやってるでしょうけど、これだけの強さ、もう見ればわかる通り、 やはりアメリカ株はあの本当にその、まあ、株式ポートフリオのど真ん中として、あのもうずっと上がり続けていくので、えー、特にこういう日本の地理的なもの、えー、特に天災だとか地震だとか、あそういったものへのヘッジとしては、ですねやはり外国の資産を持つ、その時にはやはりなんといってもアメリカの株式を持つというのが、もう ベストの選択だろうと思いますね、はい、続いてヒッツキムシさんからです。いずれ利上げが行われます。JP モルガンやゴールドマン・サックスは買っていいですか利上げが始まってどれくらいの期間ホールドですか利上げが始まったら株価が上がるという前提で話してしまっていますが、ということです。まああのー、ここでの 前提はですね、まあ、利上げが始まるっていうのはうーんと、基本的には経済が強いから、だから利上げしても大丈夫だからっていうのは、フェザーがやる。で、そうすると、まあ、一番嬉しいのは、それで長期金利も上がってくれるっていうのがベストなんですよね。 あの経済がもうすごく良くなってきてるんで、じゃあ利上げしましょうっていうことになり、まあ、利上げというよりまあ金融政策の正常化ってことだと思いますけども、それに伴ってパラレルシフトで政策金利と短期金利が上がるだけじゃなくて、長期金利も上がれば、そうしたら金融株も上がるんですよね。ただ逆にその利上げによって、景気がその冷やされてしまうと、スローダウンしてしまうということになを、あの にマーケットが捉えると逆に長期金利は下がるんですよね。そうなった場合、金融株 jp モルガンとかは厳しいかもしれないですね。まあ、その時のちょっと情勢をね。あのー、よく見極めてからでいいんじゃないかなと思います。はい、続いてトムスさんからです。ひろきさんこんばんは。いつも楽しく拝見させていただいておりますえ、今後の gafa。 特にアマゾンの株価およびドル円為替相場の見通しについて見解いただけますと幸いですということです。DAFA はね、もうとにかくこれ、資格がなくてあの、ずっと上がり続けるっていうふうに思ってもいいと思いますよ。だって今、まさに今週 FOMC でテーパリングの加速だとか、その後の利上げだとか、まあ、そういうのがもうみんなマーケットが予想して、どんなのが出てくるんだろうと,、まあ、と思ってる中で、 アップルの株とかもう連日高値更新じゃないですか。だからそう考えると、もう,こう買うものがもうやっぱりいつまでもやはりガーファーなんだと思うんですよね。アマゾンも本当にその資格がなく、もうジェフ・ベゾスが引退したところでもう作った、彼が作ったこのアマゾン王国っていうのは多分変わらないんですよね。一回このカルチャーとかそういったものがもうできちゃうと。そうするとやっぱりもう次は、 ジェフ・ベゾスだからどうだっていうよりは、もうそのアマゾンだからということで、アマゾンの社員の本当に人的資本が素晴らしい人たちばっか集まり、それがどん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 その彼らの,その素晴らしいカルチャーを引き継いで成長していけるという、そういう今もうステージに入ってると思うんですよね、ああいう企業っていうのはね。だからカリスマ創業者がなくなっても、結局アップルなんかもそうですけれども、 そう,そういうループが回り続けてるんですよね。でこれが本当に組織資本のすごさであり、人的資本のすごさ。だからリーダーっていうのは、いかにそういう優れた組織資本、えー、オーガナイゼーションキャピタルって言いますけども、まさにおその組織の、組織力が資本になる。えー、人的資本、ヒューマンキャピタル、そういったものを作り上げるかっていうことの、まあ、お見本みたいな企業だと思いますね。 続いて、もうすぐ還暦さんからです。相場の論点、とっても参考になりました。しかし、日本証券新聞社で出している、酒田五法は風林火山を読みましたが、よくわかりませんでした。相場の格言を理解するのにおすすめの書籍をご教示ください。ということです。<laughs> え相場の格言を理解するのにおすすめの書籍いや、相場の格言について書いた本ってあんまないんじゃないですかね。 今度僕出してみましょうか。結構好きなのがね、いくつもありますよ。もうはまだなり、まだはもうなりとかね、えーあのあの。人の行く裏に道あり、花の山とか、道とかね。あの、まあ、いろんなのがあるんですけども、相場格言ね、面白いですよね。坂、えー、田五宝は風林火山。あれはだからあの、相場格言じゃなくて、チャートの本ですから、坂田五宝ってのは。 えっと、まあ、三空に買いなしとかね、三空に買いなし、売りなしってのは両方あるんですけども、とか、あのー、並び、赤、何より強しとか、まあ、いろいろあるんですけども、えー、チャートですけどね、チャートの坂田五宝。あのね、えっとあ、あれは一目均衡評価、なんかね、すごいこんな分厚いものがね、何冊もこうなって、 えー、えらい高い値段の本みたいなものがね、確か会社にありましたよ。まあ一回も見たことないんですけど、なんかこう、飾ってあるみたいなのがね、<laughs> ありましたけどね。えー、だから、坂田五法は風林火さんと、相場格言と別物ですからね。坂田五法はチャートだから。 次の武藤さんのご質問は最初の方にお答えしましたのでスキップさせていただきます。続いて豊洲ランナーさんからです。日本株売買金額のおよそ3分の2を占める海外投資家が金融所得課税に対してどのような見解を持っているか、岸田総理には直接意見聴取してもらいたいと思っています。どのような立場の人が働きかけるべきでしょうかということです。 外国人投資家には関係ない話ですよね。だって自分たちにはかかんないから。自分たちは税金かかんないんだから。ここがポイントですけど、機関投資家とか外人とか関係ないですからね。金融所得課税って。個人の話ですから。個人の所得税の話なんで、あの、彼らは全く非課税。非課税っていうのとちょっと違うんだけども、まあそういうことですよ。 あの金融所得課税の範囲外ですからなので、全く自分たちには直接的には痛みを感じないんですよ。ただ、そういうようなことをすると、日本の個人投資家が育ってこないよねっていうふうに思うでしょうね。つまり、えー、あと政権として、その投資家、自国の投資家を育てようっていう意識がない政権なんだ。 というふうに外国人は見るでしょう。だから要は悪材料を平気で出す政治がある国、そこの支配下のマーケット。まあ、そういうような捉え方をするんだと思いますよ。当然、みんなネガティブでしょうね、えー。だからそんなことをやって、えー、あいいことだと思う外国人投資家なんか当然一人もいないわけで、そもそもそんなことが格差の是正になるかということを の話だし、こんなことをもう分からずに、分からずにとか分かってやってるんですけど、要はポピュリズムですよね。まあ僕もあちこちで書いてる通り、あり、少しでもそのなんていうのガス抜きじゃないんだけど、金持ちから税金を取って、で、その一般庶民の流因を下げるっていうか、まさにそんなもんポピュリズムであり、ね、人気取りであり、偽善であり。 もうほんと最悪だと思いますよ、こんなこと。っていうことをやってる政権なんだっていうふうに映るでしょ分かってる外国人には。で、大半の外国人はそんなこと興味がないから、あのどうでもいいと思ってんだと思います、はい、そろそろお時間ですので、次のご質問を最後とさせていただきますえアローズさんからです。 インフレはそう長くは続かないとの見方があり、私も同感なのですが、ヒロキさんはどのようにご覧になりますでしょうかまた、パウエル氏はこのような見方がある中で、ご本意の可能性はないとお考えでしょうかということです。いや、ご本意の可能性はもちろんあると思ってて、パウエルさんはもともとそのインフレは長く続かないって言ってる人なので,で、ご自身もそう思ってるんで、ところが実際長く続いてきちゃったから、あんまり実を、 強硬にやるとまずいよねっていう、まあ、そういうそのバランス感覚の持ちであり、かつそのインフレっていうのは、その低所得者に対する税金であるという、ね、これは昔から言われてることですよね。つまりあんまりその給与が上がらない人が物価ばっかり上がっていったら、その自分の所得の中で買えるものが。 購買力がどんどん落ちちゃうんで、これはもう本当にあの弱者への税金なわけです。そうすると来年に中間選挙を控えたバイデン政権としては、当然そのガソリンの値段が上がったりすると困るわけです。もう庶民からみんなもう困る困るっていうクレームが来るのは政治家一番困るから。そうすると政治家にとってインフレが困る。つまり弱者にとっての、あるいは対象にとってインフレが敵だってことになれば、それは選挙を控えた政治家にとっても敵なわけです。そうするとパウエルの上司である バイデンが、こいつはまずいよ、なんとかせいっていうことになってくるのに、インフレは一時的ですって言ってないから、ファイオルさんも。それで、まあ、表現ということになってるわけだから、ね、本来のところは落ち着いてくると思いますよっていうことなんだと思います。僕もそう思います。つまり、インフレっていうのは、物価上昇率っていうのは、率なので、だから前年のベースが今、低いからコロナで、それで高く出たっていう、そういう効果があって、 もあったわけですね。ところが、これだけ長いこと続いてくると、インフレのベースが上がってくるんで、そっからさらにまた6%も上がるかって、そんなあり得ないんですよね。そうすると、来年になってくると、そのベース効果だけでもだいぶ落ち着いてくる。それから今回引っ張ってる、あのー、コモディティとかあ、そういう商品指標も今もう全然上がんなくなってますから、そういったところのインフレ効果もなくなってくる。で、何よりやっぱり第一、コロナですね。コロナが収まれば、 えー、供給制約や人手不足も、まあ、これも改,改善してくるっていう部分もあるので、これはやっぱり時間の経過とと,ともにインフレっていうのは僕は落ち着いてくるというふうに見るのが正解で、で、今まで逆にインフレにしよう、インフレにしようって言っても全然なんなかった。それはもう構造問題が全然大きくて、それはミレニアル世代のそのものを買わないとか、シェアでいいとか、メルカリみたいなものがどん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 ,どん増えてって。 とか、まあ、あとはそのインターネットでみんな比較して値段を比べられるから当然安くなるとか、そういう構造問題で世界的なディスインフレというのはあって、それが変わってるかというと変わってないわけですから、変わったのはコロナ禍の異常値なので、そのアブノーマルの部分が修正されてくればです、ね、インフレというのはそんな長く続かない、いつかまた落ち着いてくるというのが普通の見方だろうと思います。はい。 ありがとうございます。えそろそろお時間ですので、ここで終了とさせていただきます。本日は、広木隆のマンデーナイトライブをご視聴いただき、ありがとうございました。来週20日はお休みとなります。次回は27日月曜日に配信させていただきます。終了後にアンケート画面が表示されますので、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。 YouTube でご視聴のお客様は動画下の説明欄にアンケートの URL を掲載しておりますので URL をクリックいただきご回答ください回答は21時45分ごろで締め切りとさせていただきます恐れ入りますがご了承のほどお願い申し上げます弘輝さん本日もありがとうございましたどうもありがとうございましたそれでは皆さんまた次回お会いしましょうさようなら Cenara